岩亀横城は、神奈川県横浜市西区にある通りの名である。横浜港が開港して間もない安静の頃、大田や新田の一角に居留外国人の社交場として遊郭が開設された。建設は、品川塾の旗子の岩月や佐吉を含む民間人5名で進められたが、沼地道前であった神殿の造成は難航し、佐吉以外は脱落していった。 1859年7月に予定していた完成は11月にずれ込み、宮崎遊郭と名付けられた。佐吉は遊郭を完成させた功績から宮崎町の名主となり、遊郭で最大の店の主人となった。野郷は出身地の岩月を音読みし異性のいい文字を当てた岩カメとした。 岩亀楼から北西に2キロメートル弱ほど離れた戸辺には遊女が西洋する寮が設けられ、その周辺が岩亀横丁と呼ばれるようになった。中ほどにある岩亀稲荷は遊女たちの信仰を集めた。1863年、岩亀楼の売れっ子であった奇勇は客の外国人から見受けしたいと告げられ、これを拒んで自害した。この出来事は、 有吉沢子による儀曲、古アメリカに袖はぬらさじにも描かれ、岩亀稲荷の境内には一節が掲げられている。宮崎遊郭は1866年の舞台火事で全焼し、沼地で囲われ、出口が一箇所しか設けられていなかったことが災いし、多くの遊女の命が失われる。遊郭は、吉田神殿、高島城、ガネ町と移転した後、1958年の 赤線廃止で姿を消した。宮崎遊郭の跡地は、現在は横浜スタジアムなどのある横浜公園となっており、園内に岩亀楼の石道路が残されている。1915年に二代目横浜駅が高島町にできると、各地から職人が移り住んだ。三菱重工業横浜造船所が、近く、かつては映画館やパチンコ店、 戦闘などもあり、労働者で賑わったが、1983年に、横浜港未来21の再開発のため、造船所が本目と金沢草地裏に移転すると、町の活気は失われていった。岩亀稲荷横浜市西区小部町4丁目と5丁目の境。横浜道の戸部4丁目交差点から海側に向かって伸び、雪見橋交差点で、 桜川振動に突き当たる300メートルほどの道である。通り沿いには酒屋などの商店、市民酒場と呼ばれる飲食店、住宅などが並ぶ。通りの中ほどにある岩亀稲荷は毎年5月25日には例祭が行われる。桜川振動、国道16号を挟んだ横浜港未来21とは対照的に大規模な再開発は行われず、 落ち着いた街並みである。鉄道の駅では、横浜市営地下鉄ブルーライン、高島町駅とブルーライン JR 根岸線、桜木町駅のほぼ中間で、京急本線、戸部駅からも近い。ありがとうございます。